ケプラー32ビットとは地球から見て白鳥座の方向に990光年離れたところにある赤色矮星ケプラー32を公転している太陽系外惑星である。この惑星はトランジット法により発見されたため半径は地球の2.2倍であるとわかっている。しかしトランジット法では質量が正確にわからないため上限しか求められずその上限は 木星の4.1倍であり、実際とはかなり異なると考えられている。温室効果などの大気の条件を考えない時の温度は 530K と推定されている。これは、主星との距離が地球と太陽の間の約20分の1であり、近すぎるためである。この温度では、居住に適した惑星とは言えない。 主星ケプラー32はスペクトル M1V の M 型、主系列星、いわゆる赤色 Y 星で太陽よりも温度や高度は小さいがその代わりに寿命が長い。質量は太陽の58%、半径は太陽の53%と小さい。有効温度は 3900K であり、5778K の太陽と比べると 1900K 近く低い。 前述の通りこの惑星は、主星のすぐ近くを公転しており、その距離は 0.519au である。そのため、公転周期も短く約6日で一周する。ケプラー32ビットは、ケプラー 32e とケヘプラー 32c と、軌道共鳴している、可能性がある。ケプラー 32e、ケプラー32ビット、ケプラー 32c が、それぞれ1、2、3である。 ありがとうございます。